ありがとうございました。ミカちゃん、もう時間だから上がっていいよ。わかりました。店長、お先に失礼します。お疲れ様。ああ、今日もバイト疲れたな。何これ、ラブレター？部屋に帰って中を開けてみると、小さな USB が出てきた。うわ、何これ、誰がこんなの送ってきたんだろう。気持ち悪いな。見なかったことにしよう。何それ、やばいね。でしょ、マジで気持ち悪いよね。でもさ、その USB には何が保存してあるのかな？さあね。ねえ、見てみない？マジ？変なのが保存してあったら嫌だよ。やばいのだったら警察に持っていけばいいじゃん。まあ、そうだけど。ミカだって中に何が保存してあるか気になるでしょ？そりゃ、少しはね。私も付き合うから見てみようよ。もうしょうがないな。アリサの推しに負けて部屋で一緒に USB の中身を確認することにした。どれどれ？動画が保存されてるみたい。ちょっと再生してみてよ。本気で言ってる？大丈夫大丈夫。変なのだったらすぐ消せばいいじゃん。もう、わかったわよ。動画を再生すると、見知らぬ男が変な動きで踊っていた。何これ、マジウケるんだけど。誰だし、このおっさん。知らないわよ。え？待って。嘘でしょ。主人公の元に届いたラブレターに、USB が入っていた。その USB の中身を確認すると、見知らぬ男性が踊っている変な動画だった。友人のアリサは笑っていたが、主人公は気づいてしまった。その男性が踊っている部屋は主人公の部屋であり、男性が着ている服は主人公のバイトの制服だった。チャンネル登録、高評価お願いします。コメントもお待ちしています。ベルボタンも押してくださいね。